お疲れちゃんです。ラットです。今回はですねガチバトルの方やっていきたいと思いますってわけで、まあ、BO5 前にもやったんですけど、まあ、バトル5戦して先に3勝したら勝ちっていうのを今早速振る舞ってきたんですけど、このカナリオって人と今日はやっていきたいと思います。で、まあ僕はてかもう相手から進出できてるんで、はい、もう始めちゃいますねというわけで、でこの人は意外とあのなんだろうな、海外の中ではめちゃくちゃ有名なんですけど、日本ではあんま知られてないかな。けどこの人もその化け物ゾーンの人ですねめちゃくちゃ上手い人ですね。あ、待って、ミスった。いやー、雪玉打ちたかったけど、まあいっか。相手はロイホグ、一回待って、多分ババホバマスケかな、ワンチャンザッピで、ロイホグなんで、中身がまだわかんないですけど、多分マスケとホバとバーバリアンの方かな、ワンチャンザッピーだけど、これ、あるか、コンビ、これプリンスで蓋してワンチャンババ来るんで、それ5速攻打ちたいですね。いやー、これホバに5打ったら多分ババ浮くされるんですよね。そうなんですね。これなんで自陣で両方に5打ちます。そうですね、ホバリングマスケなんで防衛で、今まあロイフグ固めが来るかな、5咲いたんで一応構えて、で雪玉なコウモリに打ちたいんですよね、できるだけ。これ後ろから組んでいきます。多分相手のスペルは今雪玉咲いたな、雪玉ポイズンか雪玉ロリババの2択なんですよね。え、どっちかわかんないな、どっちかわかんないけど、なんでまあ意外と形を組んでゴリ押しの突破ぐらいしか僕はこれ突破方法わかんないですね。あ、やばい、うわ最悪だ。これでもあれだ、これ陸で言うの出したらバーバリアン引き出せる。いや、オッケー、入る。オッケー。これ、ワンチャン来ても5オーバーできるんで、もう5オーバーさせられるっていうパターンあるけど。オッケー。これは、相手の言うのを引っ張って、これ左行きダムって、オッケー。したら、これ自然と、右側にこれカウン、おー、言うの？お前、優秀か？これ右側にカウンターの形ができるんで、っていうのも、これ言うの消されるかな？言うの咲いたな。ババかな、うん、だよね。ロイホグセップ来るかな。いや、これいい形なんすね。いい形なんすね、僕は。僕はいい形なんすよね。いや、当たんねえよな。いやー、いい形なんだけどな。いや、待って。俺が下手くそ。雪玉だけで許容して、あー、それうまいな。いや、これマスケが働くか、お前。突破できないな。突破したいっすね、これは。これマスケ延命して。うわ、このロイホグうまいな。ここでファイブを割いたら、相手のババとかどうにもできないんですよね。で、スペル割いてないっていうか、タルババ雪玉だったんで、2スペースないと。いやー、硬い作ってご了承したいんですけどね。この方は無視したいな。できるかな。何も付け足してこなかったらいいな。オッケー。これ許容して。待って。プリンスも早いね。早いね。これもう、行くしかないけど、無理かな。正面をファイブ咲いたんで、来ますね。いや、負けたなー、これ。いやー、辛い。いや、まだ耐える。いや、ババが今回ってないけど、まだ守れるな。まだ守れるから、落ち着いていって、雪玉も飛んでくるかな、ワンちゃん。いや、オッケー、ロイホグ一発も入ってない。いいよ、全然ない。ここでババ使わないかな、絶対使わないな。許容するな、許容して受けて、うまいんだよな、マジで。一回一回が。ちゃんと。あ。
いや、まだ参る、まだ参る、まだ参る、おら、オッケー、まだ参る、まだ参るけど、もう終わりましたね。いやだー、マジで、なんか、単純に負けたみたいな感じになってるよな、これ。これだって、どうせババ来るから。はい、というわけで、いやー、まあまあまあ、ちょ、BO5、なんかね、もう、相手のゾーンに入ってましたね、流れが、流れが。そう、まあまあまあ PO5 なんで一戦に負けで、今ロイフグ咲いたで2連投のロイフグがないと思うんですよねっていうのを考えつつやっていきたいですね。とりあえずデッキ準備して、一応このデッキで今日はやりたいと思います。2連投のロイフグがないとして、じゃあロイフグに弱いものを持っていけばいいっていう、まあ考えになっていいディガポイでいきたいと思います。いやー、まあまあまあ、じゃあ後でプロフィールとかも見つつ、いいですかね。カナリオンさんです、よろしく。ふーん、というわけで、まあディガっぽいなんで、でバンカードとか何もなしっすね。バンカード何もなしなんで、ディガは一応ちゃんとした位置に飛ばします。マスケ好きだな、マスケプリンス、あー、ワンチャン俺が今使ってたやつだな、これ。低めに出してマスケで受けて、オッケー、多分マスケプリン、多分今俺が使ったのを使ってきてるジャイでしたこれ絶対メガ受けされるんだよな。ジャイガゴガゴ、ジャイプリガゴガゴ的な、よいしょ。いや、これ縦線作の良くないかな。まあいいか。まあまあまあですね。回転早いんで、とりあえずジャイプリ受けに、ジャイプリマスケガゴ縦線。あ、これ見たことある、見たことある、見たことある、見たことある。ジャイプリマスケガゴ縦線の2スペのやつだな、多分。うわ、いや、うまいかよ。マジ、今見ました。これワンチャンザップ来るな。いらなかったよ、マジ。ザップ待ってないのかよ、普通に。普通に待ってないな。ちょ、考えながらいきます、考えながら。今、僕の方が4コスぐらいスワードを取られてるんで。で、これ、ザップ打たれて、って感じですかね。いや、でも、これは、そんなに痛くない。オッケーオッケーオッケー。ジャイプリマスキガゴ達戦の、ぽいザップ。多分のディガーか、多分全部出たっす。ん、ポイズンぐらいか。ディガー飛ばす、まあ左だな、左受けつつかな。出たその受け方。これタルババ、あ、やばい、あ、なんかあっち帰っていったわ、マジで。いや、マジやばい。じゃ、2連敗はさすがに良くない。動画上良くない。動画上というかなんか。いや、待って、なんでだろうな。普通のジャイプリンならいけるんだけどな。じゃあ、あれっすね。もっと攻めていきたいですけど、相手の、プリンスが、すげえ厄介なんですよ。いや、これ来るな、左。ジャイガゴ。耐えるけどだな。いや、待って、つらい、鬼つらい。 あ、またないか。いやー、やば、もう待って、本当にただボクされるだけで終わる今日で。攻め方が僕なんか単調なんですよね。単調っていうのかな。あ、終わった、もうポイズンで終わりっすね。いやだな、これ YouTube に上げるのかっていう。そう、 DM で連絡したんですよね。リーガーここだな。いいけど、けどだな。もうザップ打たれて。くそ、ちょっと待って、やばい。やばい。ちょ、これ。これやばいな。でも、こっから、僕が2連勝して、で、最後まで持っていけば、超おもろいっすね。おもろいと思うんで、一回ゴレゲー、一回ゴレゲーして、
一回ゴレゲーして、まあ、相手のプロフィールは多分トラゲとかそんなしてない人なんですね。はい、フレバとガチ勢みたいな感じですね。でもこんな感じで一桁取ってるし、よし、まあこんな感じで僕でも余裕でボコボコにされることはたくさんありますね。なんだろう、なんだろうな、ちょ、よくない。とりあえず一生もぎたりたいと思います。ロイフグギター、ジャイプリギター、うーん、なんだろう、タルババ、ここ、いやこれエレキ避けないな、ワンチャンなんか変なバルーンとかだった時に逆サイに逆サイっぽいで終わっちゃうんで、エレキはディガーに当てたらダメですね、処理されちゃうんで、こんな感じの低めでディガっぽいか。メガゴタルババディガっぽいってことは、あー、あれだな、多分ペッカの、あ、出た、バーバリアンだ、バーバリアンインフェだ。うわ、待って、ちょい待って、やばい、マジでやばい、マジでやばい、これバーバリアンインフェのやつなんですよ、これ。これマジの方で、これマジの方でバーバリアンインフェっす、これガチっす、ガチっす、マジで。いや、マジなんすよ、これもう。やだわ、マジで。でこれね、バーバリアンはまあなんとか突破できるんですけど、相手のインフェをどう突破したらいいんですか、ボットなんですよね、これマジで。これマジで、やべえ。これマジでちげえ。で、多分これ、いや、これ咲いていいな。ワンチャンこれ咲いた瞬間逆サイ始まりバーバリアンぐらい。だけどネクロがあるんで。いや、丁寧か。丁寧か。ここポイズンかな、普通に。普通にポイズンかな。で、インフェがいるんですよ、これ。いや、ババじゃないな。絶対インフェ防衛だと思うんだよな。でも、タルババは、あ、いや、バーバリアンだな。いや、ここでバーバリアンだな。いや、オッケーオッケー。いや、それはいい、それはいい。このネクロ頑張った。オッケーオッケーオッケー。いや、いいよ、いいよ、いいよ。ゴレマイと、ゴレパンチも入る。オッケーオッケーオッケー。オッケーオッケーオッケー。全然いい、全然いい。で、しっかり、ディガー当てたいですね。この、まあ、上の2箇所だと思うんですけどね、正直。下かよそこがうまいっすね。でもこれは後ろから形組んで、多分まあ2周目っぽいで普通に防衛相手してくるんですけど、で1回攻めてくるのか、ここで先に。やば、ちょっとディガー痛いんで、まあそうっすね、ネクロのポイズンで。これでも意外と陸受けがそんなない感、しかもネクロ残ってる。まあ、タルババか。いや、待って、回転鬼入る。やばいやばい。待って待って、やばい。いや、これでポイズン打たれるのかな。いや、やばいな。ちょ、このサイクルよくない。待って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 。3盾はさすがにダメじゃね？さすがにさ。てか、これ相手インフェもあるんですよ、まだ。だから、こういうところの甘えたやつを、そう、インフェでしばきに来るから、エレキで、オッケー殴れ。よっしゃ、来た。来た来た来た、これポイズ打って、いや、うまいな。いや、殴れ殴れ、溶かせ溶かせ、オッケーオッケー、いいよいいよ。じゃあバーバリン邪魔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 、殴れ、バッオッケー、爆入る、オッケー。いや、これ頑張れ頑張れ頑張れ、殴り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 、これ一応今ディガー受けをしっかりやって、オッケー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 、来た来た来た、よしよし、あと90。いや、さすがに多分俺の方が早い、気持ち早い。よし、危ねえ。危ねえ。マジで危ねえかったな。マジで危ねえ。よしよし、危ない。さすがに3敗は、マジでよくない。今、2-1、2-1、2-1、2-2で、今相手何サイドかな。ワンチャンもう一回ディガポイ来る感もあるけど、いや、ロイフにしようかな。相手のスペルが雪玉っぽいっぽいなんで、てかホバリング系がすごい刺さるんですよ。雪玉っぽいっぽいなんで、ワンチャンマジでチェだけど、まあいいか、一回ロイフグ刺して、なんかメガナイト来る気配もあるんですよね。メガナイト来そうな感じもしてるんですけどね。いや、来ないでくれ。メガナイトは来ないでくれ。よろしく。
よし、とりあえずマッチの何もしてこなかったらアイスピ、いや連投してたらな、マジ、いや連投だなこれ、絶対連投だな。でもババに5速攻打ってインフが厄介ぐらいですね。よいしょ、でアイスピ咲いてるから、あ生きたまか、いやオッケーオッケー、ダメージ入る。いやさっきと連投っすね。なんでディガーはマジで当てて、よいしょ、でもポイズンガンガン打ってきますね。いやこのプリンなんかもったいないな、普通にケツでよかったな。これ何処理されるかな、メガゴタルババかな、タルババ、タルババされたらもうロイフグギャング、あ早っ。まあまあでもロイフグ飛ばすときに一応ファイボ分のコストを持っておきたいんですよね。インフェ防衛だったときは別にいいんですけど、てか固めていいな、もうババだったときに速攻打ちます。あーまあさすがにまだそうだよな、だからインフェないときにロイフグ飛ばしてババでしょっていうときにファイボでバーンしたいですね。いやこのアイスピーティーな、あれだな普通にこれミニペの陸空気空いてないから、いや5打ちで打ってよかったのかな、まあ、ババア裂いてくれるのはまあまあ美味しいですね。痛い痛いんですよ、左の方が痛いかも、痛え痛え。でこれ待って、考えました、考えて考えて、絶対にインフェ防衛されたら突破できないんで、まあ、インフェ防衛来る次なんですよね、がワンチャンババ読み5を当てるっていうプロをするっていう、なんか見てからでもいいか、いやいいよこれだって、これ殴る、うわマジで殴れよ、殴りが甘いな、うわ、いや今バババリは回ってない、ババかな。いやこのタイミングで飛ばせば、いやきついなマジで、きついな、ポイズン嫌なんで、いやこれ届くかポイズン、気は入れない、これプリン生きるよね、生きるよね、これもう左フル攻めだな、うわインフィか、危な、読みファイブしてたね今、終わってたな、いや1個、オッケーオッケー、それ咲いた、今回転できる、これ1回リガ無視まで、いやでも相手攻めかなかったね、オッケー、いやある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 、オッケーオッケー、で雪玉打つ、オッケーオッケー、後ろ追加コウモリ、いや頑張れ頑張れ頑張れ、ミリペミリペ奇跡、あーいや右が入ってんな、一回防衛か、いやまあ全然流れとしてはありますね、いい流れですね、てかアイゴレミニペが相手結構苦しい、これババで受けてくれる、いや今タルババ使った、うわいや殴る、これあ内側オッケー、いやこれ惜しい、でプリンはポイズンに巻き込まれないし、いやそれはいい、それは全然いいんだよね、そういうことないからロイホグで、タルババされたらギャング追加だからインフェだね、ケツミニのこういっていいんだよな今のでさえも、でここで多分飛ばしてくるかなワンちゃん、それはなんか気持ち甘えた、左上、いやこのプリンセス残ってる分がちょっと変わりますね、でこのミニペを残します、これ世界変わりますね、世界変わるよこれマジで、これ単体ミニペで、単体ミニペあるし右も入る、オッケーいいよ、
トッキー来たー、よっしゃー、マジよっしゃー、危ねー、マジで危ねー、マジで、よし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 、煮立ってされてからの、煮立ってからのラストですね、ビオハイブなんで。やぶないなぁ。相手の陸行きが限られてたんで、そこがいい感じにはまったって感じですね。さあ、次だなぁ。次だなぁ。いや、ポイズンしか使わないから、ホバのデッキを使いたいんだけど、いやぁ、待て、落ち着け、考えろ。最後これはアンチョかな。ホバロ、いや、ここ絶対メガナイト来るわ。相手メガナイト来る読みのプリンス工事でいきます。なぜなら僕は今ロイフグで勝って、なんで、僕が別の方のファイブを使ってないから、ホバリング入りのロイフグを僕が使う読みメガナイト読みプリンス。いや、そんなことがうまくいくわけはないんですけど。よろしく。まあ、メガナイトが1回ぐらいは僕も使おうか思ったんですけど、か遅延ロイとかかな。いや、なんか全然遅延な、アイゴレってなんだ、ロイフグ、いや、2力はないと思うけどな。なんだろう、おマスケ早く左向いて。あー、ちょっと待ってよ、最悪だ。これやばい。そうだよね、絶対そうだよね。あ、これディガポイ、うん、スキル。そんなスキルあるっけ。やばいやばい。縦線マスケ。縦線？うわ、出た、墓石だ。これ多分ね、相手墓石マスケメガゴ、生き玉。うん？タレポブだったな、でも。この方は、縦線のやつは墓石縦線だった気がするんですけど、縦線あるからワンチャンオーブンとかかな。いやー、これはね、勝てないことはない。全然勝てないことはないです。相手が攻めてきた瞬間に、攻めっぽいされたら僕は苦しいんですけど、攻めっぽいが来る瞬間に僕が攻めちまえば相手も苦しいんで、で、縦線あったから、普通にアイゴレ縦線の高回転だから、あれがないんですね。あれがない。何？わかんない。なんかがない。いや、え？硬っ。いや、だから、それだな、ダメだ。縦線咲かせて、その後に突破したいですね。アイゴレとかは突破したいですね。縦線咲かして、え、痛えな、マジで。うわ、来た。やばい、これ負けたかもしんねえな、マジで。雪玉。いてえ。いや、待って。落ち着け。これ、縦線咲かねえかな。咲く、いや、アイゴレ許容か。いや、許容がうまいんですよ、この人たち。ああいうのを、もうユニットで受けないんですよね。もう、どうぞって感じなんで。それがうまいですね。これ、左縦線来ますね。なんで、左突破無理だけど、右側突破いきます。OK、延命して。オッケー、いいよ。で、気持ちここで左みたいなことしても、これ、アイゴレでピュッ！知ってた。これ、アイゴレ、工場して、相手に、防衛させて。いや、きつ。うわ、いい、マスケ！いやー、待って、これ、全然ダメージ入んねんだけど。相手だってもう左に。うわぁ。いや、釣れはマジでこれ。いや、ガコ咲いたらダメだな。もう相手ガコ咲くの待ってましたみたいな。まあ、多分スケラー単体来るまであるっすもんね。来た。うわぁ。仕留められたな。嫌だぁ。これは。うまかったなぁ、もう。ボロ負け説ある。まあ、いやー悔しいな。縦線か。意外とあれか、僕のデッキに縦線が全てに刺さるのか。初めのデッキ2回目のディガっぽいも縦線で受けれるミニペイ。
いいチョイスですね、縦線。いやー、というわけで今日負けちゃいましたね。 BO5 だったんですけど、悔しいっすねけどまあちょっと本当に3連敗で終わらなくてよかったと思います、マジでいやー、はい、というわけでまあですね、概要欄にこのカナリオさんのツイッター貼っておくんで、まあいろいろクララのツイートしてますし、ぜひぜひ、はい、皆さんフォローしておいてください。というわけで今日はこんな感じで終わりにしたいと思います。はい、ではお疲れ様でした。